始まりましたテニスプレイチャンネル。よっどうもマッシーです。今日も来ております、アルドールテニスステージ千葉ニュータウン校です。ということで今ですね、豊田コーチと菊池に試合をしていただいて、やっぱりそこの試合を見て、私に足りないもの、バックハンドスライス、やっぱりバックハンドもう本当に打てないので、スライスでしっかりカバーしていきたい、それを教えていただきたいなと。はい、わかりました。はい、じゃあ早速、お願いします。はい、お願いします。アルドールテニスステージ千葉ニュータウン校は2024年1月に開校したばかりのテニススクールです。駅から徒歩1分の立地、冷暖房完備のインドアハードコート3面、サーフェスは世界中のプロツアーで使用されている最新鋭のグリーンセットが採用されています。レッスンはもちろん無人のレンタルコートとしても利用できます。ショップやキッズルームなどもあり、幅広いお客様にご利用していただけます。ぜひ皆様お越しください。じゃあすいません、まずはポイントがあればお願いします。そうですね、バックハンドスライスなんですけど、はい、まあ、振られるシーンで打つこともありますし、はい、ちょっと低いボールを、はい、まあ、こう確かに運ぶときにも使うんですけど、結構スライス打つときに飛ばないから、ラケットをしっかりこう振ろうとして、はい、手首を使っちゃうとか、はい、体を回すっていうのが、はい、結構多いイメージなんですけど、はい、ボールがスライスは飛ぶんだよっていうのを、はい、やっぱりこうしっかり皆さんには感じてもらいたいので、はい、振り方ですね、はいはい、それが、はい、ポイントになります。振り方、はいはい、まずラケットを担いだ状態で、はい、自然に一番振り抜きやすい方向に振ってほしいんです、はい、あ、そうですね、はい、これが、はい、結構多いのが、振ってる途中にこの高さで打つので、こっち側にこうラケットを、はい、途中で方向転換しちゃう方が結構多いんですね、こうやって。スライス、そのイメージあります。はい。はい、これやろうとすると、飛ばないんで、はい、ここで今度手首返しちゃう。ああ、なるほど、はい。あとは体を回して打っちゃったりとかしちゃうので、はいはい、ラケットのスイングは、はい、もうとにかくこの振り抜きやすい方向に必ず振って、はいはい、高いとこだったらここで取って、はい、このぐらいの高さだったらここで取って、はいはい、低いところだったらここで打つ。なるほど。ここで打つ、低い打点で打つときも、はいはい、ラケットは上から下に振り抜いて、当たる瞬間、当たる瞬間がここになるようにしてあげれば、はいはいはい、ボールが結構飛ぶ感覚が得られると思うので。なるほど、はい、ちょっとそういうイメージでスライスをやっていきたいなと思います。わかりました。まずこの途中でラケットの方向を変えちゃう、振ってる途中に方向をこっちに変えちゃう、はい、で飛ばない感覚があって、手首をこうやって返しちゃったり、まあ、今僕うまくボールは入ってるんですけど、はい、感覚があるんで、はい、これやっぱ一般の方やると結構不安定になります、はい、あとは体をこうやって飛ばないんで回しちゃったりとか。なるほど、はい、まずはこのラケットをこの方向に、はい、振り抜きやすい方向に振って、はい、とにかくスイングを止めないことです。はあ。あとポイントとしては、はい、最初は緩く持って、はい、当たる瞬間にかけてちょっと握っていくと、はい、インパクトの時にボールがうまくタイミングよく握り込めるとボール飛ぶんで、はい、本来はスライスの場合は当たった段階で、まあ、もうこのぐらいボールが飛ぶ感覚があるので、はい、まあ、これをうまく使ってボールが当たったら飛ぶっていうのが感覚としてあると、はい、まあ、その後は惰性で振り抜きやすい方向に振ってあげる、はい、そうするとボールが簡単に飛ぶんで、はい、まあ、ゆっくり振ればゆっくりなボールで、はい、速く振ればちょっと早めのボールで、はい、みたいな感じで、うおー、いい感じですね。なるほど、はい、ありがとうございます。やってみてください。はい、はい、ついで、あ、これはちょっと1個入れた、はい、担ぎが足りないですね。担ぎが足りてない、はい、担ぎ足りないです、はい、この担ぎがここで止まってるんですけど、はい、ここまで行っちゃいます。あ、なるほど、はい、分かりました。この当たるまでの距離を稼ぐっていうのがスライス大事なんで、はい、なるほど、はい、ここが長いほど当たった時にボールが飛ぶようになります、はい、了解です、はい、加速させる時間を長くしてみてください。分かりました、はい、
しっかり重ねます。はい、あ、いいですね。それで、はい、そうですね、最初は力を抜いといて、はい、やるときに右、はい、おお、いいですね。これ最初抜いといて、そうですね、はい、入れていくこの感覚、いいボールですね。はい、楽に、あ、そうね、振り抜く方向も今自然になっているんで、はい、フォームの見た目もすごい綺麗だと思います。本当ですか。はい、ありがとうございます。はい、いやー楽しい。あー、ナイスボールです。よっ、はい、すごい楽しいこの感覚ちょっと今までなかった感覚ですが、今日のポイントは弾道を一番振りにくやすい形にする、途中で方向を変えないっていうのと、私のポイントで教わったのはしっかり担ぐっていうところ、はい、結構私このぐらいにしてたんですけど、しっかり担ぐで、3個目のポイントは最初は握りをこう緩く持っといて、しっかりインパクトに向けて握っていく感じ。そうですね、はい、ボールが飛ぶ感覚が得られるとラケットを振り抜きやすいと思うんで、はい、確かに、はい、結構こう飛ばないから手首使っちゃったり体回してフォームが崩れる方結構多いので、はいはい、綺麗に打てばスライスは、はい、いいボールになります。確かに、はい、ということで今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。